川の源流タポバン、ないし、タポバンは、サンスクリット語に由来する言葉で、懺悔あるいは意味を拡張して信仰上の屈辱、厳粛などを意味する、タパスと森、茂みを意味する、バナが結びついた言葉である。すなわちタポバンは、厳粛な信仰上の儀式の森といった意味になる。インドでは、 伝統的に誰かが真摯な霊的実践のために陰性した場所であれば、そこが森ではないとしても、後々タッポバンと称されてきた。賢者なりサドゥが陰性した特定の洞窟や洋だけでなく、利子シ,シュ付近のガンジス川北部西岸など、陰者たちが陰性した地域全体がタッポバンとして知られるようになっている例もある。100メートル高い位置から眺めた、眺めたタッポバン。 標高4478メートルほどの一帯インドで最もよく知られたタポバンは、ウッタラーカント州のガンモートリー氷河にあるガンジス川の源流の一つから、より上部の地域である。シブリン法のふもと、標高4463メートルほどにある、植生のないふ毛地帯は、季節によって何人ものサルたちが、洞窟や小屋などに帰居しており、トレッキングで訪れる。 目的地の一つにもなっている。このトレッキングは通常はゴムフを出発点とし2013年の北インド洪水によってガンゴートリーからゴムフまでの経路の大部分が破壊される前には難易度は中程度から高難度の範囲とされている。タポバン地域はシブリンボンやバギーラティ山群などへの登山隊がベースキャンプを設ける場所でもある。タポバン地域には 牧草地や小川の流れ、お花畑などもあり、牧草地はインドで最も素晴らしい標高の高い牧草地の一つとされている。タポバンではアーミットガンは、すなわちガンジスの果汁と称される小川が氷河に注ぎ込んでいる。タポバンの近傍には南丹板という場所があり、トレッキングでやってきた者や巡礼者たちがそちらにも訪れている。南丹板は バギーラティ山群の麓にある広々とした牧草地の中に位置している。ありがとうございます。